はい、み、え、な、ー、さんこんにちは REC 専任コースの林です卓研、えー、試験、今年受験される皆さん、えー、勉強頑張ってますでしょうか、えー、調子はいかがでしょうかあっという間に直前期ですよね あのまあ、この時期になりますといろんな模擬試験とか受けたりとかしてですねで思ったように点が取れないとかですね、まあ、勉強時間が忙しくて仕事が忙しくて勉強時間取れないからどうしてもあの勉強が進まなくてで模擬試験の点が思ったように伸びなくて、まあ、不安なんだとかですね、まあ、いろんなことがあると思うんですけどもあの卓球試験の本試験でもそうなんですけどね模擬試験の点数が伸びないとかですねあの本試験で点が取れないっていうのは あのもちろん理由はいろいろあるかもしれませんけども、まあ,あの一言で言ってしまえば記憶が固まってないんですよね。あの覚えるべきところをえっときちっと記憶していないというのがだいた割ぐらいじゃないですかね。ですから基本的なあのどうしても覚えなきゃいけない知識ってありますんで、それをしっかりと覚えていれば、えー、もちろん点はちゃんと結びつきますんでね。まあ、だからってわけじゃないんですけども、ちょっとですね今日はあの。 大事な数字の問題をちょっと作ってみました。えー、まあ、左側の方が開発許可ですよね。で、開発許可の場合は小規模開発の例外っていうのがありまして、その何平米未満であれば開発許可が不要であるという例外が決まってますよね。で、右側の方は国土法なんですけども、何の関係もないんですが、あのどちらの数字もやっぱ大事なんですよね。 ですから、ちょっと紛らわしいからまとめて問題にしてしまったんですけども、国土法の方は届け出あのまあ、届出えっと事後届出制です。とか、あと中止区域もそうですよね面積決まってました。何平米以上がえ届出が必要というのがそれぞれ決まってますね。市街化区域調整区域非線引き都市計画区域準都市計画区域。それからそれ以外ですね。もうちゃんとあの数字をきれいにあのあまり。 悩まずに数字をちゃんとピシッと入れられないといけないですね。それからあの数字を入れるだけじゃなくて、以上なのか未満なのかってところも注意してください。要はぴったりの数字はどっちなんだってことですよね。そういったことも含めながら、あのこの開発許可の小規模開発の例外と、それから国土法の届出が必要な面積ですよね。それぞれのえっとところをまあ、ちょっと数字入れてみてください。 じゃあ,あの答えはまた別の,あのビデオで、えー、解説しますんでとりあえずこれ入れてみてくださいね。それではお願いします。